エントリーナンバー2番です。原康明さんです。三線歴は約2年ということで、なぜか波照間島が好きです。曲についてご紹介していきましょう。以前、波照間島に行く途中、石垣島の三線店でこの曲を弾いていたら、台所のおかみさんが、なんで原さんがあの曲を弾いているんだろうと思ったそうです。実はおかみさんが18歳の時、お母さんの実家がある、西表島に向かう船内でこの曲を口ずさんでいたら、偶然隣の席が原作者の平原始さんで、原曲のクンクンシーンを書いてくれ、原曲を広めてほしいとおっしゃったそうです。そんなようなことがあったそうですよ。原作者じゃない、メッセージ、ね、大丈夫ですか、はい、それではエントリー2番、エントリーナンバー2番、原康明さんで、曲は乱良浜です。どうぞ。事務所の窓の
拾ってくださるということなんですよ。まあ便利な世の中にはなりましたけれども、石垣島で今無理のないように。さっきまで繋がっていたのに、あ、じゃあ矢地さん一人。はい。どうですか、繋がりました？聞こえましたかね？今の歌聞こえましたか？どうだ？聞こえる。おお、どうでしたか？原さん、じゃあ つながったおかみさんにぜひ一言。はい、ヒロさん、ヒロさん、呼んでます。リアクションは期待しながらください。じゃあこちらからメッセージ。何言ってもわかりませんけど、はい、また遊びに行きますのでよろしくお願いします。お料理楽しみにしてます。また遊びに行くね。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。エントリー2番原さんね、皆様でした。ありがとうございました。すごいね、石垣島と伝わったの。石垣島そうですよ、すごい ね、もう海外だったね。おかみさん、ありがとうございました。よろしくお伝えください。ありがとうございました。さあ、それではエントリーナンバー3番ご紹介していきましょう。続いては村岡俊孝さんです、そして